どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポンタポイントから JAL マイルの交換 20% 増量キャンペーンと JAL マイルのね交換ルートまとめということで、一緒にね、解説していきたいと思います。ポンタポイントからね JAL マイルに交換するのにあたり、交換レートがね 20% アップするキャンペーンがね出ておりますので、こちらね、解説していきたいと思います。と一緒にねクレジットカード、および、ポイントサイトのね交換ルートでね JAL マイルの方を、まとめさせていただきましたので、こちらもね合わせて解説していきたいなというふうに思います。まずね、基本クレジットカードでも、ポイントサイトでもですね、基本的に交換率はね 50% というふうになっておりますんで、50% をね、超えるようなね交換率であれば、まあ基本的にはねお得っていった感じになります。ですので基本的に1万円分のポイントであれば、まあ5000マイルっていうふうにね、なるわけなんですよね。まずねクレジットカード会社の場合の、一覧ねここら辺に出しておきますけども、こんな感じでね、まあ基本的にポイントがね半分になって JAL マイルになるっていう感じがね、基本っていう風になっております。それぞれねご自身で持たれているクレジットカードね見ていただいて、まあこちらにあるようであればね、ぜひね JAL マイルに交換しても、いいんじゃないのかなっていう風に思います。次にねポイントサイトから JAL マイルへの交換ルートなんですけども、こちらもね画像を出しておきますけども、まずねポイントサイトから、JAL マイルへ、直接交換できるのがチョビリッチっていうねポイントサイトっていう風になっております。ポイントサイトチョビリッチだけね 50% で直接 JAL マイルに交換することができるんですけども、他のねポイントサイトが、まあ、基本的にドットマネー踏んでねポンタ JAL マイルっていう風にねルート組んでると思うんですけども、ポイントサイトからねこのドットマネーっていうのに交換するときにですね、ちょこちょこなんですけども 1% から 2% のね、まあ、増量キャンペーンみたいなのはね結構やっておりますんで、チョビリッチもね直接 JAL マイルに交換することはできるんですけども、一応ねキャンペーンね取りこぼし防止のためにもドットマネーをね経由して JAL マイルにね交換することをお勧めしております。またねちょっと後で解説しますけども、ポンタポイントから JAL マイルへね交換すると、今ね 60% のね交換率で交換することができます。交換レートはね 60% ということで、もしねポイントサイトのポイントを持たれている方はね、今回のキャンペーンで JAL マイルにね交換するのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。でまたね一番下のポイントサイト EC ナビなんですけども、ポイントサイト EC ナビはねドットマネールートにねルートが開通してまいるので、 JAL マイルに交換する場合は PEX っていうのに交換した後に D ポイントに交換していただいて、その後ね JAL マイルに交換するっていうねこのルートをね覚えておくようにしてください。というのもこの PEX っていうねポイント交換所から JAL マイルっていうのは交換できるんですけども、まあレートがね良くないので D ポイントを挟んでから JAL マイルにね交換するようにしてください。それではね次にポンタポイントから JAL マイルのね 20% 増量キャンペーンの解説ですね。期間は2020年の7月1日から8月31日までの、申し込み分まで完了した方が対象で、ポンタポイントから JAL マイルへ交換すると 20% ボーナスマイルが付与されるっていうキャンペーンになっております。ですので100ポンタポイントを交換した場合、通常50マイルのところが増量されて、60マイルになるっていうキャンペーンになっております。対象者なんですけども JMB ポンタ会員かつ JMB 日本地区会員の方という風になっておりますので、まあ、この点もね覚えておいていただいて、今回のねこのボーナスマイルの積算時期なんですけども、通常のね交換分とは別に付与されるっていう風になっておりますので、まあ、この点ね覚えておいていただいて、あのキャンペーンでね交換したのに増量分がね入ってないと結構不安になると思うんですけども、このキャンペーンのキャンペーン分のマイルがね付与されるのは2020年の9月末を予定しているということですので、この点はね忘れずに覚えておいてください。このキャンペーンなんですけども JAL のサイトからね見つけづらいので、公式サイトねこちらの動画の概要欄にね貼っておきますので、そちら見てね利用してみていただけたらなっていうふうに
思います。いかがだったでしょうか。今回は JAL マイルの交換ルートまとめとポンタポイントから JAL マイルの交換 20% 増量キャンペーンをね解説させていただきましたけども、こちらね3月ぐらいにねあったキャンペーンなんですけども、また再来っていう感じでね 20% 増量キャンペーンがね来ておりますので、ポイントサイトにねある程度ポイントを持っていて JAL マイルにね交換されている方はぜひね積極的にね狙ってみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった JAL マイル、ANA マイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。